振られ返し、ってなわけで、浮気していこうかなと思います。堂々とクズ男宣言したな。何？これって浮気するゲームなの？いやー、浮気するというか、浮気を隠すゲームだね。どっちにしろ同じことじゃん。それでアベル、浮気の経験は何回ほど？そうだねー、7回ほどかな。では、始めていきましょうか。何？今のクズ発言に対してはもう終わりなの？いやー、冗談ってわかってくれるかなって。アベルならあり得る。ひどい。ステージ1、歯ブラシ。一体ここでどんな修羅場が巻き起こるのか。ワクワクしてきたね。ワクワクだね。は？リア充は爆破しろ。お前、本当に可愛いな。修羅場開くしろよ。ねえ。もう、俺くんったら。ちょっと洗面所借りるね。お、来るのか？修羅場来ちゃうのか？おん、ハート。洗面所で修羅場ってなんだろ？彼女の目線が、ぬるり。あ？来ちゃー。彼女、ゼック、これはもう切れてるわね、かなり。ちょっと俺くん。行け、爆破しろ。嫉妬が激しいぞ、モテない男。うるさい。ファイト。なんで2本あるの？主人公、果たしてどうごまかしていくのでしょうか。やばい、あれは昨日、別の彼女が置いてった歯ブラシ。なんで置きっぱなしにしてるのよ。彼女いますアピールとか？彼女に別の彼女いますアピールしてどうすんだ。なんとか言い訳して乗り切るしかない。なんで2本あるの？なるほど、この3つの選択肢から選んでいくってわけね。任せてくだせー、旦那。お、回避する選択肢がわかるの？まあ、ここは一番上が妥当だと思うけど。わかってない。実にわかってない。うぜぇ？じゃあアベルはどれを選ぶっていうのよ？この場面は、俺、2本使ってるんだよね。これ一択だね。行くぜ。お、俺、2本使ってるんだよね。これはさすがに苦しいんじゃないかー。嘘でしょ？ほら信じてない？いやいや、こっからだから、俺の浮気の言い訳はこっからだから。おう。2本使ってるって言っちゃったしな。ここで話を変えると疑われてしまう。めっちゃ考えるわね。友達のなんだー、とか言っとこうよ。いやいや、振られ回避の道、見えたぜ。お？二刀流なんだよ、効率的だろう？いかなる時でも効率を求める。そう、彼は効率中だったのだ、みたいなね。苦しすぎる。来たな、近寄らないで。まさか彼女、効率中ではなくエンジョイ勢だったのか？歯磨きに効率を求めてる人間なんていないわ。彼女はただただドン引きしたのよ。マジかよ。絶対これだと思ったのに。こんなんで騙せたら、世の中はまあまだよ。ケーキのように？ケーキのように。じゃあわかったよ。今度はアテネに任せるよ。ははん。女の私の方が彼女の気持ちも理解できるから、こんなの楽勝よ。楽勝。さすが浮気マスターだぜ。何その嫌な称号、したことないから。まあ、やっぱりね。ここは一番上を選ぶのが正解なんですよ。そうなのかなぁ。用意しておきました。毛先開いてるけど？なかなか鋭いな。普通だよ。さーて、こっからの言い訳どうしたものか。困ったら俺に聞いてもいいんだよ。そうね、失敗ルートを見たい時にお願いするね。失敗する前提なの？そう。さすがに掃除に使ったからねはクズすぎるんだよな。そういう商品だよしかない。毛先が開いてる商品って、そういう商品なんだよ。いやいや、でも、ブラシに青のり挟まってるけど。おい、前日にたこ焼きでも食ったのか？それと歯ブラシはちゃんと綺麗にゆすいどけ。まあ、粘着力の強い青のりだったんだよ。こわ。お手上げです。このゲーム、思った以上に難しい？そうね。彼女の目を欺くのは簡単じゃないってことね。次、俺が行きます。うまく騙すのよ。最初では一番下を選択。まだ使えそうだけど。そして、一番上。毛先が開いたらすぐに買い替えたいんだよね。いけるか？そうなんだー。納得したの？ふぅ、一仕事終わったぜー。浮気を隠すために、こんなにも必死になるって、やばいなこれ。けど、なかなか正解ルート見つけるのが難しいから、面白いでしょ？まあね、なんとかやり過ごせた。セカンドステージ、チラ見。あらららら、これだけで、なんとなく場面が想像できちゃうわよ。チラ見、やっていきませう。リア充爆破しろ。この後どこ行く？地獄行け。おい。お前が行きたいところ、ハート。もう、早く、俺に修羅場成分を早く与えてくれ。すねんなって、ハート。
べ、別に拗ねてねえし。会話に参加するな。おお、来ちゃうのかな？チラリ。結構がっつり見てるわね。あ、これは確信犯。そして彼女も彼氏の視線をがっつり捉えてる。ねえ、俺くん。修羅場の予感。ファイト。チラ見しただけで修羅場って、人生大変そうだな。今、見てたよね。さて、どうやってこの修羅場を切り抜けようか。真ん中で行こうよ。あえて開き直るってのもいいかもよ。却下。却下なんだ。ここはやっぱりシラを切っとけばいいと思うんだよね。彼女だってどこを見てたかわかんないだろうし。がっつり視線見てました。マジで？マジだ。それでも俺はシラばっくれる。何を？可愛い女の子いたじゃん。くそ？これ以上俺に何を追求してくるって言うんだ。彼女は何としてでも聞き出す気ね。いえ、言って楽になっちまえ。どっちの味方だよ。いや、逆に正直に言えば許してもらえるとか？言ってみる価値はあるわね。絶対ダメだろうけど。え？じゃあとりあえず、正直者になっちまうんだ。ああ、いたいた。どこ見てたの？そう来るのか。胸尻顔の三択だと。どうしたのよ、ここは普通に考えて顔でしょ。今の俺は正直者なんだよ。嘘は良くないね。あ？む、ね。キモ。え、なんで、正直に言っただけなのに。正直になっていいとこと悪いところがあるんだよ、この変態。う？それならアテネやってみろよなぁ。楽勝だし、女心理解してるからね。さっきそれで失敗してたような。ははは。正直者になる、これで完璧です。あれ？それさっき俺やったよ。いいからいいから。正しい正直者になれば、失敗することなんてないんだから。いや、ブスだったなぁと思って、女性に対してそれひどくない？見損なった。あれぇ？なんでなの？いやいや、それこそありえないから。アテネに女心なんてないってことがわかったよ。何それ、今女心が傷ついたよ。その無駄に長いアホで引っこ抜くぞ。もういい、正直者なんかになんてならなくていい。お、完全なまでにしらばっくれてやるぜ。だはははは。嘘っとこどこ、さっきすれ違ったじゃん。本当に大丈夫なの？ドントマインド。ドンマイ？俺はしらを切り続けなくてはならない。だから。どのくらい可愛かった？掴みは完璧だね。彼女無言だけど。ほら、完璧なまでのセリフが用意されてるよ。これは、買ったわね。お前ぐらい、可愛かった？ムフ。何よもう。ごまかしきれたぜ。ふう、なかなか手こずっちゃったわね。おしゃー。てかもう浮気なんてしなくて、この彼女と付き合っとけよ。わかる。いやー、結構先が気になるわねこれ。第3ステージも行っとく？行っとこうか。サードステージ、着信。お、これはなかなかの修羅場が来そうじゃない？さて、どうやってごまかしていこうか、爆破しろ。なあなあ、もっと近寄れよー。いつもイチャイチャしてんなこいつら。やーだ、なんでよー。もっと近くで見てんだよ、ハート。何言ってんの、もうびっくりマーク。着信はよ。あの机の上の携帯が鳴るのかな？来たこれ。わあ、がっつりアイコンに彼女の写真使ってやがる。これ、見られてたよね。そっと枕に隠すな。さっきのイチャイチャが嘘みたい。今の電話って。始まりましたね。ファイト。誰からなの？これ切り抜けるのはなかなかの難問だぞ。しらばっくれるって作戦はさっき使ったからなぁ。アラーム作戦、これだね。その選択肢危険すぎない？いや、いくつもの修羅場を乗り越えてきた俺になら、なんかこう、ふわ、っていうか、そう、わかるんだ。説明力皆無。ああ、アラームだよ。なんでこの時間にアラームセットしたの？なるほど、そう来るんだね。選択肢すべてが苦し紛れすぎるんだが。なあ、兄を言ってる。おん？一番下のやつ、もう最高でしょ。ドン引かれて終わる未来が見える。イチャイチャタイムお知らせアラーム、ガオー。勝ったぜ。け。あれ成功ルートなのこれ？マジか。あ、着信か。二度目の着信はさすがにきついのでは？どうなる？私が出てあげる。終わった。やっぱりこうなるのね。くそ？一瞬成功したのかと思ったのに。あんなので騙されないだろ。何が、イチャイチャタイムのアラームだ、ガオー。よ。絶対後から思い出して恥ずかしくなるやつじゃん。やっぱ
りここは、とぼけるしかない。だろうね。うん？電話、友達から？友達って聞いてくれたことを後悔するんだな。他の女から？とは聞かないでしょ。確かに。はい、論破。うぐわ。これは流れに乗って、友達からってことにしよう。そうだよ。ふーん、じゃあかけ直して。あ、終わった。いやだが、希望はきっとあるはずだ。真ん中と一番下が死にに行ってるんだけど。うん、上のやつしかないね。もしもし、俺だけど、なんか用だった？やべえ、苦しすぎる。よう。ちょっと変わって、あっちょまおいそれ。いい感じの修羅場ね、もっとやれ。もしもし、俺くんの彼女ですけど。さっき電話かけました？ああ、かけました、かけました。なんと、この友達、女神だ。あ、そうだったんですね。あ、もしもし、急に彼女がごめんな。明日飯おごれよ。主人公はクズなのに友達いいやつすぎるー。この友達いなかったら終わってたわね。なんとか切り抜けたぜ。ってなわけで、振られ回避どうだった？うん、あそこまで行くともう面白いレベルだね。バレた時やばそうだけど。殺されかねないね。それで、アベル、何か隠し事ない？もうこんな時間だ、早く寝ないと。じゃあね、あてね、また明日。まだ夕方の5時だけど、